古川六波、古川六波、古川六波、古川六波とも、1903年、明治36年8月13日から1961年、昭和36年1月16日は、1930年代の日本の代表的コメディアン、編集者、エッセイストとしても活動した。本名は、古川育郎、古川六波は、 元東京帝国大学総長、加藤博之男爵の長男にあたる加藤明マロ、男爵の六男として、東京市高島地区に生まれた。生後間もなく、着男以外は養子に出すという家訓により、義理の叔父、父の妹の婿で、満鉄役員の古川武太郎、元陸軍中将の古川千穂生まれの長男の養子となる。幼少期より、文才に優れ、後に芸名として用いた、 六波の子は尋常小学校三年生の頃に、自らつし失明で、尊敬する文学者、岩谷さざ波にちなむ。はじめ読み方は、緑派だった。芸能界入り後は、舞台活動ではロッパ、六波、文筆活動では、六波と使い分けた。1911年、福岡県文字に転居し、1916年、旧西国楽中学校に入学。 1917年東京に戻り、旧姓は瀬田中学校に転校。在学中1918年に映画雑誌、映画世界を発行、映画評論を執筆して、早熟ぶりを発揮する。同時に、キネマ淳法などの映画雑誌に六波の名で投稿を。はじめ、1921年は瀬田第一、高等学院に進学。そこで、キネマ淳法編集導人となる。 さらに1922年には、小笠原プロ、小笠原名宝監督、愛の導きで映画初出演。その実績を買われて、早稲田大学文学部英文化在学中に、菊池博氏に招かれ、文芸春秋社に、雑誌、映画時代の編集者として写した。1925年早稲田大学中退。以降は、文筆活動に専念する。雑誌編集のから、 宴会での余興芸の延長上で、1926年に、進行のあった、活動弁士、徳川無精らと悩まし会を結成し演芸活動を、開始。声色と呼ばれていた声の真似芸に、生体模写という行業い新名称を与え、モダンな芸風が、仲間内で好評を博した。1930年、菊池の公園で、 映画時代の独力での経営に乗り出すが失敗に終わり多額の負債を負う。雑誌休館後は東京日日新聞の食卓として映画、レビューを書いたり映画関係の書物の執筆、雑誌、漫談の編集などを行ったり、1931年には五所平之助、若き日の感激、田中英座、奈美子などの映画出演を行う。その後、 素人ながら、芸達者なところを買われ、菊池博士や小林十三の勧めで、喜劇役者に転校。デビューは1932年1月、兵庫県宝塚中劇場公演、世界のメロデーだった。この時は、六波のわがままに対する小林の行為で、フィナーレは、花吹雪の中大階段を降りながら歌う演出、占両役者に、ちなんで千円集儀をもらうという破格の待遇をして、 もらいながら、肝心の芝居の方は、本人も恥じるほどに、散々な出来だった。そのような失敗を乗り越え、1933年には、浅草で、無聖、大辻志郎、ミマス愛子、山野一郎らと劇団、笑いの王国を旗揚げした。内容は、六パの人脈を活かして、悩まし会関係者や他劇団、映画関係などの寄せ集めで、あちゃらかと呼ばれる。 軽いナンセンス喜激中心だった。前受けばかり狙った、おそまちし極くなものばかりで、スケジュールは、1日2回から多い時は3回半の、公演、約2週間ごとに、出し物が変わるというハードなもので、六波にとっても、思いもかけないことだ。と述べているように、両家育ちが、庶民の町に、違和感を覚えといった苦戦を強いられるが、後に提携を結ぶ、脚本家、 菊田和夫と開港自作のデコボコ放送局、我らが中心蔵などの成功で、喜劇俳優として成長する。彼自身チャップリンと蘇我野屋五郎を崇拝しており、あちゃらか芝居への理解の深さは、蘇我野屋喜劇への造形から来たもので、喜劇への第一歩も、菊地からのモダン蘇我野屋になりたまえの一だった。江ノ県のニックネームで、 同時期に活躍した喜劇役者、榎本健一とはしばしば比較され、江野賢六波と並び称されて人気を争った。滑腐の良い体格に、ロイド眼鏡の丸顔が、トレードマークの六波は、家族出身のインテリらしい、品のある知的な芸風が持ち味で、小柄で、庶民的かつ軽技芸も得意な江野賢とは違い、激しい動きは得意でなかったが、軽妙洒脱な語り口に加えて、 生来の応用さと、老老たる美声から来る、いかにも大人様らしい貫禄が、大衆に好まれた。戦後、安藤鶴尾が六波の芸を、口占領と評しつつも、下半身から足にかけてはむしろは肌大根役者と、酷評したことに、このくらいぴったり言い当てられては一言もないと述べており、自身も芸の長短を心得ていた。1931年頃から、 数多くのレコードを残しているが、中でも軽妙なコミックソングを得意とした。代表作のネクタイヤの娘は、作詞が西条八十、作曲が小川正夫という歌謡曲の大御所二人による作品である。他には、ナンセンスな嘘クラブ、小歌翔太郎と歌った東京チョンキナなどの民謡風、明るい日曜日などのパロディモの、シリアスな柄じゃないけど、 渡辺浜子と共演、アニメの主題歌、潜水艦の台所などがある。舞台では、ティッペラリーや、しりとり歌などを得意としたが、わざと音程を外して歌う芸もあった。また、明治聖歌の共産で、コマーシャルソング、僕は、天下の人気者も録音している。舞台では、歌や漫談、生体模写と幅広い芸を披露したが、特にお箱の生体模写の巧みさは超一流だった。 1932年8月、ラジオの生放送に出演予定の徳川無生が酒と睡眠薬の服用しすぎで倒れて出演きなくなった際、ロッパが代役として無生の名で出演し、40分間を無生の声色で通して誰もロッパと気づかなかったという伝説的な逸話を残した。自宅でラジオを聞いた無生の妻は夫が隣室でいびきをかいているのに、 ラジオから無声の生放送での喋りが流れているのが、信じられなかったとか、ロッパの声色のテープを聞いた、無声自身が、子は、俺の声だと断言したといった逸話が残っている。彼の生体模写もいくつかレコードに残されており、その手芸を忍ぶことができる。1932年、小林十三は、東京宝塚劇場、東方、設立自らその社長として、 従来の松竹中心の東京劇界に進出する。旧地の六波は早速スカウトされ、翌1934年3月、会場間もない東京宝塚劇場公演、桜温度出演を持ちかけられる。これは、中海に立った、東方側の旗と余吉の不手際から頓挫するが、1935年5月、東方の前身、PCL に引き抜かれる。 7月横浜宝塚劇場で一座の公演が始まり、8月には劇団名も東方笑ラエ古川六波一座と改め、有楽座に出演して、歌ふやじ、北、藤原義江特別参加のカルメン、当たり狂言のガラマサドンを上演して、大評判となり、ついに丸の内に進出を果たす。1936年には浅草以来の名優である、 菊くた夫を招き入れて、六パの芸歴の中でも最も輝かしい時期を迎え、当時の日記には、ライバルへのもと健一に対して、はるかに良きものを提供できる自信はついていると、記したり、日本の東京、その真ん中の東洋一の大劇場を、満員にして、センセーションを起こしているのだ。死んでもいい、死んでも本望、この上何を望むべきか、という気持ちである。 神もフッツも守らせたもう、幸せな僕であると高揚した気分を記していい。一座の特色は、歌舞伎、神ンを基本とした旧来のあちゃらかき劇に、欧米のモダンさを加え、特にミュージカルを意識して、音楽をふんだんに用いた斬新なものだった。狂言の中には必ず、春のカーニバル、歌えば、天国など、音楽中心のものを加えるほど六波は、音楽劇に重点を置いた。 その宣伝された舞台は、丸の内の大手企業や外資系企業のサラリーマンを中心とするホワイトカラー層の支持を集め、浅草のブルーカラー層の支持を集めた榎本健一と対抗するものだった。スタッフも雑記作者にはロッパー自身のほか、菊田和夫を要し、俳優には渡辺敦三松愛子などの実力派を固める強力さを誇った。一方では、徳山玉木、 藤山一郎、渡辺浜子、中村名士、轟幸子などの人気歌手や芸能人を一座に加えたり、人気作家、日野足平や内田百の協力を得たりと、プロデューサーの才能を発揮して、話題を集めた。ロッパー自身も戦後に、企画の新しさと、広さと、周りの芸達者を存分に活躍させることで客を、掴んできたと述べて、自身の企画面の才能を認めいる。 ガラマサドン、ウタフヤジ、北、ロッパもし戦わば、ロッパと兵隊、張り切り防イなど一連の出し物は、大ヒット、菊田作の土生町で、大阪の観客にまで幅広い支持を得た。また、一座の若手の育成にも力を入れ、その中には後に名をなす森重久や、サザンカキュアムもいた。さらに常日のレコード吹き込みやラジオ出演、ロッパ単独のステージ活動、 雑誌への執筆活動と大活躍し、1940年10月、大阪北の劇場出演中に病気で倒れるまでの5年間は、六波の黄金時代でもあった。舞台出演の傍ら、映画出演も多く、一座を率いての喜劇、六波家の都に行く、六波の大久保彦左衛門、ガラマサドン、張り切りボーイなどで人気を集めた。演技派としても定評があり、路先生、 不景図などの映画作品でもシリアスな演技をうまくこなしていた。中でも、長谷川和夫と共演した、男の花道、1941年東宝作品、牧野正弘監督での芸州朝野家範囲、ハブゲンカワ役が知られている。ロッパ自身映画好きであったが、売れっ子になっても暇を見つけてはおびただしい数の映画を見ている。例えば、チャップリンやマルクス兄弟、 アルベール・プレジャン、エルン・ストルビッチなどの外国喜劇映画、フレッド・アステアとジンジャー・ロジャースのミュージカル、会議は踊る、ブルグ劇場などのドイツ映画の名作、ライバルの江本健一の映画などが日記に書かれており、自身の芸のために熱心に研究していたことが伺われる。1941年1月、東京・ラクザ、ロッパと開拓者、日本の姿で舞台にカムバックする。 第二次世界大戦中は、花咲く港、歌と、兵隊、スラバヤの太鼓、レーテワン、歌と宝船などの舞台や、特艦駅長、勝利の日までなどの映画出演、地方への慰問巡業などを精力的にこなしている。だが、方針の違いから菊田和夫と対立し、加えて、それに同調する団員との圧力、相次ぐ当局からの度重なる検閲や統制、 戦時中の食糧難、さらに1944年2月に選挙区悪化のため閣議決定された決戦非常措置要領による有楽座提劇げなどの閉鎖等の難問に悩まされる。戦時中の六波は僕はどこまでも娯楽のために停止するためすべての用意をすべきだと自身の日記に書いているように芸能活動を通じて国民を元気づけるスタンスを取り続けたが 理不尽な弾圧や規制には真っ向から反発し、1943年7月、芸名を六波の金文字仕様から六波に変えるように要請された時は憤慨のあまり腹立つ。あだ名なら、とにかく六波というのは俺の名だ。それをカタカナで書いちゃあなぜ悪いもう少しで警視庁へ乗り込んで暴れてやろうかと思ったと、その思いを日記に書きつけている。 そして当て付けに、古川六波公園と書いた、新聞広告を掲載しようと企てたりと、反骨精神は衰えることがなかった。戦争末期の1945年、当局は国民の指揮向上のために、従来の方針を改め喜劇への検閲を廃止した。六波は、渋谷の東横映が劇場を本拠地に、公園のほか、空襲下の京浜地区で工場への移問活動を、 行っている。この年の四月二日付の東京新聞には、我ら沈黙屋と題した手記を寄稿し、かくて、我らは、あちゃらか芝居と別称され、低級喜劇、もっとも、高級と呼ばれたことも一度ある。これは、高級娯楽追放の日だった。と嘲笑されたところの、我らのポンチ絵本は、今こそ、本来のとのまま見えることができるのだ。我らは停心して、 都民への永年の恩返しをしなければならない、国慶芝居の体当たりだ。我らは、これの時代の沈黙や、世紀の人体やであらねばならないと悲壮な覚悟を述べてる。また、東方に激急をギャラにして、ラジオに出演することを持ちかけたりもしており、困難な状況にもひるむことなく、積極的な活動を続けていた。そんな中、1945年5月25日には、空襲で、 下落合の自宅が消失する。幸い、六波自身は東北方面に巡業中、家族も疎開中で難を逃れたが、多くの貴重な文献、日記は防空壕に埋めていたので無事失い、本が惜しかった。一冊も疎開させなかったのが悔しいと日記には無念さを書き残している。7月に一旦帰京、田園調布の知人宅に身を寄せ、空襲下の最悪の条件下に屈せず、 ラジオ出演や、疑問活動を行いながら、終戦を迎えることになる。終戦直後の1四十五年末、映画、東京五人男出演で活動を再開する。大晦日には NHK 紅白音楽試合、NHK 紅白歌合戦の前身の白組司会を、務める。1四十五年十二月には、戦前から六波の私的トラブルの相談相手だった上、森市鉄、 後に、総会や、キネマ巡行のオーナーと知られることになるを、経営者として、市座は東方から独立。積極的に、舞台活動をするが、ホームグラウンドの東京宝塚劇場が、占領軍に接収されて活動場所が狭められてしまい、またインフレによる、諸経費の上昇によって劇場が満員で戦前ほどの収益が上げられなくなり、市座の経営目標に、立ってしまう。 そのような状況か、同年4月東京浦久座で、榎本県十一座と合同公演を行う。出し物の、ヤジ北道中膝繰りでは、六波一座の戦前の当たり狂言を元にしたものだが、今回は、六波の剣という喜劇の領有の初共演ということで、笑いに飢えていたファンの支持を受けて、大入りり二ヶ月のロングランを記録する。あと、 二人の共演の舞台や映画が続いて人気を集めるのだが、裏返せば今まで六波単独で客が入っていたのが、榎本の力を借りねばならないほど人気が衰えたことを示していた。だが、プライドの高い六波はそれを認めず、川口松太郎ら友人たちや関係者の忠告にも耳を傾けずに、球体依然とした芸風と尊大な態度を維持していた。また、 1948年には、上森の多額の横領が発覚して、一座から上森を追放。ラジオなどに人気を奪われたこともあり、劇団の維持が困難となり、ついに1949年には一座の解散に至る。また、戦時中から台頭してきた、清水金一や、元は、自らの劇団員でもあった、森重久や、後輩の友の純三郎、 トニー・ダニなどの新たな人気スターたちに大衆の人気が移ったことに加え、戦前の応募がたたって、周囲の人間も、ロッパから離れていった。1948年、ロッパは引き立ててくれた、小林十三の元を訪れて、有楽座出演の希望を訴えるが、ロッパの人気は太った、丸い顔に、ロイド眼鏡が、今ジャソのロイド眼鏡が珍しくなくなった。実力で行け。 お情けにすがるなと、説教されている。講演者にも見放されたロッパは、なんとか新境地を開こうとするが、その努力も虚しく、映画も、三流作品での脇役が多くなり、舞台も大都市から、地方巡業が増えていった。1949年には、アメリカ映画、アグネス・キースのノンフィクション、三人は帰ったの映画化の、良心的な日本軍人役の、スクリーンテストで、 最終候補にまでなり、話題となったが、六波が演じる、可能性があった役は、早川摂州に奪われた。1954年には、社団法人日本喜劇人協会設立に際し、柳谷金五郎と共に副会長に就任、会長は、榎本健一して織江としての存在感を示していた。脇役中心ながらも、ラジオや映画出演は依然多く、日本テレビ開局時より、 放映開始された連続テレビドラマ、とどろき先生で、主人公を演じて、茶の間の人気を博しており、黎明期のテレビ放送のパイオニア的存在となった功績は大きい。舞台でも1953年3月、東京浦久座の第1回東京喜劇祭りで、金五郎、江本らと共演した、銀座三代、1958年7月、芸術座公演ギクタ作りの、 あの町のマリア、翌8月のうの忍作、ガツ高く人が死ぬの演技が共に高く評価されてきを吐いていた。しかし、この頃より、長年の美食、原因馬食による持病の糖尿病の悪化に加え、新たに結核を患い、体調の悪化と戦いながらの活動が続いた。さらに銀行を信用せず常に持ち歩いていた、現金等を盗まれるなど、 多額の借金を抱えていった。六パは病魔と戦いながら生活のために芸能活動を続けねばならず、映画監督や小説家になる野心も失われていった。1950年代後期になると、さらに人気は落ちて、舞台や映画も早くが多くなる。体力が落ちたこともあるが、破気のない演技を批判されたり、 出ス時の森重久屋から引退勧告を迫られるなど、すっかり過去の人間となり果ててしまった。病気も悪化する一方で、ついに1960年11月の大阪、梅田駒劇場公演、お笑い中心蔵出演中に倒れるも、ようやく千秋落を迎えて帰郷翌1961年1月3日、東京順天堂病院に入院。 16日午前11時55分に肺炎と全身衰弱で死去した。そして葬儀は1月21日の正午より東京都港区の青山葬儀所にて行われた。晩年の彼の日記には日々活血と呼吸困難に苦しめられる様子が国名に描かれている。六波死去の法を伝える新聞記事の扱いは小さく往年の人気を知る者には寂しい哀れな最後だった。 大の美食家、玄関家、読書家、そして日記魔としても知られる。学生の頃から文芸春秋に出入りして映画関係の雑誌を編集するほどの文才があった。文芸、演劇批評でも劇書ノートという演劇関係本を書いたり、演劇界などの専門誌に数多くの劇評を載せたりもしている。また、歌舞伎、進化、映画関係者はもちろん、 谷崎潤一郎、宇野浩二、菊池博川口松太郎などの作家や小林十三、森岩浦工業関係者、鈴木文四郎らマスコミ関係者、加納健治らの協格など幅広い交友関係を持っていた。職への悪なき追求に関しては、甘から死などに、自らの職談についての連載を持ち、また自らが綴った日記にも、頻繁に記されている。これらについては、 晩年、六波食団や、非食器、ちくま房防、ちくま文庫で、六波の非食器として、再刊を出している。それだけに、戦時中の食糧事情の悪化には悩まされ、あらゆるつてを用いて、微味を追い求めている。それだけに悲惨な食事に対しては、なんたる東京。ああ、もう生きていてもつまらない。涙が出そうな気持ち。食うものがなくなったからとて自殺した奴はいないのかなと、 深刻な思いを述べている。この美食癖は晩年まで続き、経済的に苦しい状況になっても止めることはなかった。ロッパが学生時代、菊池博士に西銀座の一流レストランで西洋料理をおごってもらい、そのうまさに感動、ああいう美味しいものを毎日食える身分になりたい。それには何しても1000円の月収がなければダメだぞと発奮成功を収めて、 ようやく千円の月収を手に入れた時には、戦時中の食糧難となり、努力を続け、ようやくそのくらいの頃ができる身分となったのに、と菊池に口をこぼした。日記については、浅草でデビューした頃から、死の直前まで休みなく、綴られており、ある俳優の一大記としてだけではなく、日本記念歴史、日本昭和風俗史においても、貴重かつ重要な資料となっている。 これらの日記については、一部散逸したものを除き、古川六波昭和日記として出版されている。20代から蕎麦を食べると下痢をするようになり、食せなくなった。その点では、蕎麦嫌いの江本健一と共通だと言っている。文芸春秋社から独立して発行した雑誌の、失敗もあって金銭面ではうるさく、出演料で、しばしば興業種と揉めたり、貧乏、貴族で、 その成果、ケッチでしたね。座長部屋では誰も見ていないと、札束を感情してる。銀行には不安で預けられないんです。一座の俳優の、十回と言われるほどだった。その一方では、金銭感覚に乏しく、食事や遊興に浪費するだけでなく、劇団経営の出費がかさみ、戦後には、税金対策に無頓着なこともあって、晩年は、借金まみれでその日の暮らしにも困るありさまだ。 小沢わ正一によれば、六波は、友人の正岡博士の通夜に参列した時、老局曲師の相模太郎に対して、この光伝は何だ、と罵倒した。正岡作の老曲、灰かぐ三太郎で売った相模にとっては、期待が少なすぎるということで、あまりの剣幕に、周囲は声も出なかったと証言している。当時、緊急していた六波は光伝を用意できなかったようで、 その無念さが相模への態度につながったと言われている。六波の文章やネーミングのセンスの良さは、小愛炉、小愛炉を行々しく言い換えた、生体模写、生体模写という信号や、張り切れる、生かすなど、後に日本語の口語会話に定着した造語からも、伺える。またダジャレの名手で、菊池博をもじって、口機関、友人をニールと聞いて、オニールとは、君の友だね。 即興で答えるなどの話が残されている。麻雀好きで、日記にはどんなに多忙であろうと、あるいは空襲化であろうと、晩年の病苦に悩まされようが麻雀を楽しんでいる。記事が書かれている。相手は、罪や心を許した友人たちだった。日本麻雀連盟、略称日柄連が昭和七年に開いた、新特典を決める会合において、ケチクサイから五百点に決めよう。 トロッパが力説したことにより、マージャンのルールにおいてガンが怖がりで8000点となった。その他、ポーカーもしばしば言っていた。かなりのヘビースモーカーで、晩年、血核を患ずらっても喫煙を続けるほどであった。滑血を繰り返すたびに禁煙を行うのだが長続き、せず、ついには家族から意志の弱さを強く責められてしまうほどでった。玉川一郎の著作。 泉筆、万年店、万年筆によると万年筆コレクターでもあったとのことだ。万年は以前罹患していた結核が再発し、経済状態の悪い六波は治療どころではなく、仕事がなくなることを恐れ親族以外には隠し続けた。滑覆のいい体格も闇衰え外部の者には、座布団を腹に巻きつけて、大の子服であるかのようにごまかしていた。日記には、 現実のように滑血を表す。SH が見られ、病気に苦しむ悲惨な姿が伺われる。普段は気難しく、何かあるたびに、無礼者、と一括するので、周囲から恐れられていたが、子供などの弱者には優しく接していた。実生活では、子煩悩で、子役たちも、我が子同様に可愛がっていたが、特に中村名子のことは、天才と評して、目にかけていた。 日記では、戦時中、映画のロケ先で出会った、学童疎開の生徒たちとの別には涙を流した記述が書かれている。下積みを経験せずに、スターとなったこともあって傲慢ではがままな面も多く、ある演席で座席の順を気にする、若手俳優に、お前が座れば、どこでも下座だと二べもなく、言い放ったり、一説には、この片敷き名を受けた若手は、森重久屋であったという、 戦中の食料統制、レストランでは、料理一人前の量が減り、人数分以上の注文が禁止されたの時、ホテルで二人分の食事を食べるために門人を連れ行き、二人前を注文して門人には、一口も食べさせず、自分一人で平らげたという逸話が残っている。前世紀は、その分座長としての指導力を発揮できたが、人気が落ちると見放されることになった。 1945年に、ロッパ一座に入団した、牛尾賢治は、とどろき先生の撮影に、付き人として同行した際、セットで点灯して、水をこぼしてしまい、怒鳴りつけられて一座を抜け出した。その後、1952年に、桜んぼ大賞で共演することになり、ロッパが演じる、主人公を塩が演じる女監督がつく芝居で、塩が遠慮気味に芝居をしていると、 小声で注意を促し、撮影終了後に潮が不義理をしたことを詫びに、楽屋に訪れると、温厚な表情で迎え入れている。研究熱心で、忙しい合間を縫って、江本健一らライバルの舞台やレビュー、歌舞伎、審判、小芝居、映画を熱心に見ている。読書も、夏目漱石、長井花風、チェーホフなどの文学賞や鶴屋南北、川竹木網などの脚本、 歌舞伎俳優の下段、ストリンドベリなどの演劇関係の専門書などに親しみ、自身の創作の参考としていた。その姿勢は晩年まで続き、石原慎太郎の太陽の季節を読んだり、弟、雄二郎の映画を評価したりしている。また、舞台での演技も絶えず工夫を凝らすことを忘れず、方言も本格的に学んでおり、特に東北弁の使い方が絶品だった。 終戦後は、英会話を身につけようと、英和辞典を丸ごと暗記しようとした。前世紀に尊敬する谷崎潤一郎から榎本健一との共演を進められたが、六波は対抗心むき出しに、これは、どつちかが完全にペシャってからでないと、絶対にそんなことはありえませんなと答え、谷崎は、当時は、榎本君に敵意を燃やしていたらしかったと感想を述べている。それでも、 ソガノやゴロを尊敬する二人は1940年、五郎から定期的に、親子会という名で公園に上京するゴロを囲んで、食事を楽しんでいた。料理屋で、ロッパとエノケンが劇団員同士の喧嘩の仲裁に、入った時、はじめ二人とも喧悪なムードだったが、謝罪して話し合ううちに、意気投合、楽しい主席となった。この時ロッパは、エノちゃん、大いにやろう。 喜劇といえば、絵の剣、六波だ。今日本で一番偉いのは、君と僕だ。天皇陛下は別だぜ。ねえ、俺たち二人が一番偉い人間なんだ。と回帰縁を挙げた。最晩年の六波の日記には、絵の剣のテアトロン賞受賞に、尺に触る。やきもち、ひがみ、その受賞祝いに顔を出すのは、辛いやね。え、と記しており、 自身の落ちぶれ方と比較してかなり複雑な考えを持っていた。林や三平は六波が評価した数少ない戦後の芸人で彼の講座を聞いて大いに笑ったことが日記に記されている。逆に評価が低いのは四代目、竜亭智楽や関西の芸人たちで嫌な奴などと日記に名指しで書かれている者も,もいた。実刑に弁護士、推理作家、 貴族院議員の浜尾四郎、音楽評論家で死者の峡谷公園がいる。さらに甥いには、東宮寺銃の浜尾る、カトリック教会の大司教、枢機教の浜尾不明がいる。長男は、演劇プロデューサー古川清東宝所属、後フリー。主な制作部隊、屋根の上のバイオリン弾き、レ・ミゼラブル、ミス・サイゴンなど、次男は、古川ロックの芸名で俳優となった。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。